どうも高田康夫です。みなさんこんにちは、今朝です。おはようございます。高田康夫のミュージカル劇団三つ星キッチンのミュージカル俳優です。朝なので今日はやすおの朝食をご紹介したいと思います。バランスよく食べるようにしてますので、やすおはこの IKEA で買ったカゴの中にいろいろともう朝食べるものは入れておくようにしてます。まずですね、定番バナナですね。はい、そしてこれはですね、やすおが焼いたカップケーキです。今日はですね、これバナナが入って、上にマンゴー乗せました。はい、そしてあとはですね、広島の実家から送ってきたみかん、これも朝食べちゃいます。はい、じゃあちょっと準備しますね。冷凍のブルーベリーもあったので入れときます。で、上からヨーグルトかけます。伝えたいラブラブ僕の愛を、ラブラブ最後に蜂蜜です。今日の朝ごはんこんな感じで食べます。朝はですね、全然インスタントコーヒーで、やすお我慢できるんですけど、これがですね、韓国のノーブランドというスーパーマーケットで買ってきたインスタントコーヒーです。エスプレッソって書いてあります。結構濃いめなんですけど、ちょっと牛乳足して濃いめのやすおです。はい、出来上がりました。朝バタバタするんでも簡単にこうやっていただいてます。グモーニー。いろいろ食べれた方がいいので、何種類かのフルーツ用意します。目が覚めます。もちろんコーンフレークとかも食べるんですけど、ヨーグルトは結構欠かしてません。これもですね、ホットケーキミックスで作るので、もう材料をガガッと混ぜてオーブンに入れるだけなんで、簡単ですよね。しっとり焼けてます。ごちそうさまでした。朝はですね、しっかり食べて、ちょっとお腹の中に入れて出かけると、午前中元気に過ごせますよ。いってらっしゃい。